バーシャプシホダバーシャプルシーホダは、チェコを代表するバイオリニストの一人。妻は、アルマロゼ。名前は、プルジーホダや、英語読みで、バーサプリーホダと書かれることもある。南ボヘミア州ボドニャネで生まれる。3歳の頃からバイオリニストである父アロイスから、手ほどきを受けた後、アントニー・イン・ベネビッツ文下のヤンマルジャークに指示。プラハ音楽院へ入学の後、1913年に、 プラハでデビューを飾る。第一次世界大戦後の1919 19年から本格的に演奏活動をするも評判はパッとせず、生活費を稼ぐためにイタリアに向かい、ミラノのいくつかのカフェでバイオリンビきのアルバイトをするが、あるカフェでミニリサイタルを開いた際、偶然カフェの客だったアルトゥーロ・トスカニーニに現代のパガニーニだ。と激賞され、一躍国際的に知られるようになった。 そのおかげで当のパガニーニの遺品の一つであるグアルネリデルジェズを対応されたりもした。その後、主にドイツ語圏を中心に活動し、1930年にはウィーンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターであるアルノルトロゼの娘でグスタフ・マーラーの名であるアルマロゼと結婚した。しかし、この結婚生活は1935年に終わった。 1940年代からザルツブルクやウィーンなどで更新の指導をするようになった。第二次世界大戦後は再びイタリアを活動の中心とするが往年の勢いはなく1960年7月27日に心臓病のためウィーンで亡くなった。パガニーニなどの技巧的なレパートリーを得意とした。音色に関しては野村アラエビスが名曲決定版の中で どうしても想像することのできない妖艶極まる音色と記しており、今日でも復刻 CD によって確認することができる。一方、浜田が、ヨアヒム・ハルトナックのことを引き合いに出しながら述べる、ところによると、ドイツ・オーストリア系のクラシシズムよりは、むしろ周辺の国々のロマンティシズムに最も適していたようだとされる。ハルトナックの指摘によれば、プルジー・ホダの衰えは、 非常に早く始まった。それゆえ、彼の1950年代の LP レコードの吹き込みは、このバイオリニストの能力を証拠立てるものとしては、不適当であるとされており、これが戦後に録音されたものに関して、前世紀の演奏スタイルを伝えていないという表現の根拠となる。中村は、時代主義的なアカデミズムの権威がどうしても欲しい。 その結果有芸人としての自分の気質から離れたレパートリーに情熱を打ち込んだことがおそらくプシホダを絞ませてしまったのかもしれないと述べ晩年のチェトラのモノエルピー4枚にプシホダはバッハイタリア古典モーツァルトの競争曲を録音しているここには正規を失って境外だけを留めているローザンのプシホダの姿があるとしているありがとうございます